伊藤正幸です。今日も NHK 執行部見ていますから。冬のボーナス増えるといいなぁ。100万円超えるかなじゃあ、行きます。今の、まあ、もさんの話なんですが、自民党は調査をするんですかまず、言点あるいは関わりが非常にあると言われる安倍元総理について。 きちんと党として責任を持って調査すべきじゃないんですか、それを全部ふたしたまま、単に点検するだけで、それを公表すればいいと、<coughs> そういうことでは私はないと思うんですね。全くそんなことではありませんあの、まずは各議員に点検をしてもらって、その点検結果についてはきちんとです、ね、またやり取りをして、この点におかしいことがないかと、えー、私自身がそうですし、党の幹部の方でです、ね、聞き取り等々もしっかりと行っております。 萩生田さんへ山際さん安倍さんの周辺もきちっと調査するんですか、えー、萩生田さんでも何でも話をしています日本維新の会の藤田幹事長です安倍の大責任問題に全く答えないおいおい日本維新に犯罪維新に振るなよ次いきますそれから今あのお答えになりませんでしたが 何より関係の頂点にいた安倍元首相についてなんで調査しないのか私はこれね真剣に反省しているかどうかの試金石だと思いますよそれから2015年の統一教会の名称変更ここに政治家の関与はあったのかなかったのかこの問題についてもう何の説明もない黒塗り文書しか出てこないなんで名称変更を認めたのか私はこのことを政府は真相を明らかにする責任があると。 安倍首相、なんで調査しないのか、はっきり答えてくだささい茂木さんどうぞあの先ほど、ですね調査と聞き取り等々について、岡田さんに丁寧に説明をしました、おそらくどの党がですね調べたのよりも細かい項目について、ですね報告を受けて、またその内容についても改めて確認をする、こういった作業をしておりますんで、今週中にはその結果、公表させていただきたい、こんなふうに思っています。 安倍さんの件はお答えになってないんですけどね、うん、え例えば、前参議院の宮島さんが今回出れなかったこととか、伊達元参議院議長の発言もありますよね、関係者がいろいろ語っている、そういうものを党としてきちっと聞き取って、実際どうだったのか、比例で旧統一教会の応援をもらったことは間違いない事実ですから、そのことについて、これ、党の問題、安倍さん個人の問題じゃない、もっと真剣に止めるべきだと、私は思いますよあの関係者については、聞き取りやっております。 国民民主党の大塚代表安倍の責任問題、話をそらすなって言ってるだろ、国民民主党に振るなよ。次行きますまあ小池さん、いろいろおっしゃるんですけれど例えばですね、えー、左翼的な過激団体で共産党の関係、ずっと言われてきました。そこについてですね、そこについて関係ないとういう全く,全く調べない。 いうのもちょっとその公共の電波を使って自民党の幹事長が全く事実無根の話をしないでください。撤回してください。過激な団体といつ共産党が関係を持ちました。我々最も厳しく対峙してきた政党ですよ。はい、撤回してください、今の発言は。ですね。はい。そしたコメントを石井さんに伺います。はい、石井さんはこの。共産党関係ない話にそらすなよ。伊藤、お前の視界、全く視界になっていない。 まった、まった。NHK、司会、どうなっているんだ ?NHK、伊藤は、そこまでして、ボーナスが、欲しいか